民芸運動とは、1926年、日本民芸美術館設立主意書の発刊により、開始された日常的な暮らしの中で使われてきた手仕事の日用品の中に、用の美を見出し、活用する日本独自の運動。21世紀の現在でも活動が続けられている。民芸とは、民衆的工芸の意。木喰仏日本民芸館の創設者であり、民芸運動の中心人物でもある、柳宗悦は、日本各地の焼き物、染色、漆器、鬼畜工など、無名の工人の作になる、日用雑器、朝鮮王朝時代の美術工芸品、江戸時代の湯行像、木喰の仏像など、それまでの美術史が正当に評価してこなかった、西洋的な意味でのファインアートでもなく高価な、古美術品でもない、無名の職人による民衆的美術工芸の美を発掘し、世に紹介することに努めた。雑誌、白樺の同人であり、西洋近代美術の紹介者でもあった柳は、1914年、朝鮮当時研究家の浅川白鏡との出会いを、通じて朝鮮の美術に関心を持つようになり、朝鮮王朝時代の白磁、朝鮮民画、家具などの素朴な美を世に紹介することに努めた。1923年の関東大震災の大被害を契機として、京都に居を移した柳は、浜田省司、河江勘次郎らと共に、いわゆる民芸運動を展開した。柳、浜田、河江らは、当時の美術界ではほとんど無視されていた日本各地の日常雑器、日用品など無名の工人による民衆的工芸品の中に真の美を見出し、これを世に広く紹介する活動に尽力した。運動の中心であった柳は、当時ほとんど研究が進んでおらず、美術品としての評価も定まっていなかった日本各地の民衆的工芸品の調査、収集のため、日本全国を精力的に旅した。柳は、こうして収集した工芸品を私有せず広く一般に公開したいと考えていた。当初は、帝室博物館に収集品を寄贈しようと考えていたが、寄贈は博物館側から拒否された。京都に10年ほど住んだ後に再び東京へ居を移した柳は、実業家、大原孫三郎より経済面の援助を得て、1936年、東京、駒場の自邸隣に日本民芸館を開設した。木造瓦葺き2階建ての蔵造りを思わせる日本民芸館本館は第二次世界大戦にも焼け残り、戦後も民芸運動の拠点として地道に活動を継続している。民芸品売り場、民芸調の家具など、現代日本語の表現として定着している民芸という言葉自体が、柳らによって使い始められた造語である。民芸運動は熱烈に歓迎されるか、無関心、不快のうちに黙殺される傾向にあった。正面切って民芸運動を批判した数少ない人物の一人として、北大路魯山人が挙げられる。北大路は1930年から31年にかけて自身の主催する星ヶ丘において激しい非難を浴びせたが、柳らはこれを黙殺した。むしろ、運動から離脱していく者から批判が加えられる事態が幾度か見られている。富本健吉は手仕事における機械の使用に対する見解の不一致から理論的に折り合いがつかなくなり離脱した。また、三宅忠一は個人作家が民芸に関与することの弊害を説き、個人作家と職人の共存を望む柳と意見が合わず、民芸運動を離脱して新たに日本民芸協団を設立した。民芸運動の理論は柳個人が支える部分が大きく同じく離脱した。青山次郎は柳宗悦個人の意識を民芸の美と称するものから取り去ってみたまえ、美術館は消えてなくなるだろう。だから、その他体制は概念の虜であると述べている。ありがとうございます。